はい。あら、博物館。はい。博物館の卵に乗ってみようコーナーが、はい、はい。はい。問題のこの卵。卵自体は平気か。あ、本当だ。なんか湿ってる。湿ってる。なんか湿ってると悪いらしいよ。うん、あとなんかここ硬いんですけど。固まっちゃった？固まらないはずの砂が。ああ、水吸った？かな。はい。なので取り替えましょうか。はい、取り替えましょう。はい。じゃあ。濡れてるとね、置いた卵も腐るしね。ね、これを外に出します。ここだと汚れちゃうよね。そうだね。外に出そう。重い、大丈夫。え、あ、待って。あ、固定式。なるほど。困ったな。これごと？そうですね。じゃあ、いける？あ、いけるね。ちょっと怖いけど、はい。やば。はい。ここら辺でいいかな。はい。はい。よし。はい。じゃあ、川綱取りに行こう。よし、川綱取ろう。行きます。はい。はい。あ、何も持ってこなかった。もうガボって行くしかない。バケツの半分ぐらいあれば足りるかな。あ、うん、十分だと思う。結構重たいしね。もうちょっと。川綱って川の砂なわけ。川綱、そうだよね。水はけがいいですね。なるほど。固まらないし。川の砂ってことなの。山綱は本当に山が取ってきたと思う。なんなんでしょうね。でも雨でなんか固まるイメージが山綱にはあって。こっちは水を通す。通してそのまんまなんか下に。なるほど。こんなもんですかね。もうちょっと入れとく。寝には寝よう。二度手間になるじゃん、話ね。ね。困ったら返せばいい。よし。重たいですね。よし、戻ろう。はい、よし、取ってきた川綱を入れます。はい、よ、よいしょ。はい、待って。まずこいつらを。そうだね、もう一つ空のバケツが欲しいです。よし、空バケツゲット。こんなものが園芸シャベルあると便利かな。はい。シャベルとスコップの違いって何なんだろうね。大きさ？あ、いや、わかんないですね。これシャベル多分。カラー移植コテ。コテでした。これは硬いのは何？中に石？あ、やっぱり固まってるね。猫砂みたいな。これのこの濡れてる部分を取っていけばいいんだよね。なんか下まで濡れてるんだね。あ、塊がやっぱりあります。卵殻がちょっと漏れちゃったんですよね。私は見ていないんだけど多分そう。あ、お客さんが。にゃんにゃん。今はお呼びではないぞ。そんなの知らないよね。飛びたいよね。これは。そのヘリはどうなってる？ヘリはこれ、あの低反発の、なんでしょうか。クッションじゃなくて何だっけ。あの、低反発マットです。てっきり全てが砂かと思っていた。いやいや、これくらいで平気かな。湿ってなければいいと思った。湿ってなければ、で固まってなければいいよね。うん、多分、あ、大丈夫か。なんか、うん、猫がいるからあれだけど、猫砂。おしっことうんち片付けてるみたい。確かに。あ。スリスリしないで。まあいいんだけどね。よし。じゃあ、で新しい砂を入れますか。入れましょう。はい。なんか根っことか入ってる。よいしょ。どのくらい取った分を入れればいいのか。どんぐらいなんだろうね。もうちょっと入れた方が。
でも汚れてる位置はもうちょっと上なんだよ。ああ。でもよいしょ、じゃあちょっと多めに入れましょうか。汚れてる位置くらいまで。風が冷たいですね。ね、寒いね。よいしょ。いくらダチョウの卵といえど。落としたら割れちゃう。割れたり漏れたりすることがあります。あ、でも安心して乗ってもらいたいんですけど。普通に乗る分にはいいんですけど、うん、その持ち上げてね、ドスンと落とされると割れてしまうのでそう、これはね、あくまで踏むアトラクション。こんなもんですかね。いいですね。いっぱい入ったよね。よし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 。さっきと重さが変わらないと思う。そうだね。せーの。若干重くなったような感じが。よし、なんか前向きで歩いてたからでしょ。よいしょ、あと一息。もうちょっと、もうちょっと。はい、ここで。よし、この辺か、ここら辺かな。ヒレとかは入ってないですね。うん、黒ずんでるのも汚れてるだけだしね。そうそうそう、オッケー。よし、乗ってみて。はいはい、安心安全。安心。こうやって静かに乗る分には大丈夫ですか。そう、全然。ハイヒールとかでやられるとやばいかもしれない。ああ、そうだね。ハイヒールのこのヒールじゃなくて前だったんですけど、こうで乗ってヒールだったら多分穴が開く。やったことないね。ちょっと試してみたいです。今度やってみるか。割れちゃうかもしれないけど。はい、ということで、あの卵の展示物の、何でしょうか。修理、修理、手入れ、はい、はい、でした。はい。